アルシア。この世界に暮らす人々は何かをカウントすることを義務付けられている。誰もがカウントを増やそうと頑張り、減らさないように努力するのには2つの理由がある。一つはカウントの差がそのまま身分の差になってしまうから。そしてもう一つ、体に刻まれた数字がゼロになった時、その人は。お母さん！私、大事な人を探していて、旅の途中で聞いたんです。この町に伝説の激痛王がいるって。だから私、リヒトーさんもずっと旅してるんですよね。旅の目的って？ねえ、ひなちゃん、激痛王なんか探すのはやめなよ。彼らは英雄なんかじゃない、ただの人殺しなんだ。カウントが自分より高い人には逆らえない。そうでしょ？僕のカウントは5700。納得いかないなら星をかける。リヒトーさん、返してもらおう。彼女から奪ったカウントを。テレビアニメプランダラ、2020年1月より放送開始。